べての旅路に同じ出発点があるとする。それは何だろうか。答えられない。どうやら君が認める濃度にまだたどり着いていない。それでも私は待ち続けよう。君の答え。出発しましょう。このモーフィックフィールドを戦士味方隊員はこちらは出こちらはこちらこちら骨竜は巨大なエネルギーを来ないでください。陽角の電光石火はで新しい運動を発見する。フェニーヤのリーダースキル奥の手使います。見てましたが、こちらがフリーポートのやるその間、車掌さんでは、はい、そうしましょう。車掌さん、鉄はいはい。めんどくさいけど仕事だから仕方ない。乗員のフランはフランのシールドコリジョンを使って、乗員のエリオットのパイ敵のスナイパーがフランを狙っていく。フランのエナジーシールドを使って、私のクラッシュソードは心配しなくてもいい。僕が君の盾になる。フランと私がダメージを受けました。私のエクスキューション変的。エリオットの得意技スキャット。奴らの足を踏む。私のリーダースキルが発動。魂に歌おう。みんな無事でよかった。ええ、あなたのおかげです。ありがとう。今後の輸送。アニタグローバルエネルギーから派遣された陽角よ。車掌さん、新しく募集した武装。まずは羊。次にこれで。車掌さん、レンジで将来新メンバーのレベル。車掌さん、回収し出発します。乗員の陽角は陽角のローリングサンプ。陽角のライトクラウンは陽角のこのカオスルメイン。中世の踏み台になってもらう。電光石火中、今のうちに。心配しなくても僕が君の盾になる。大数制カオスリメインはブラックカードモーフィックフィールドオーセンを生成します。それをドローしたら早く入れて消滅させないとデッキで連鎖爆発を引き起こします。魂の歌を。文句なしのトップはやっぱり格別な響きね。この調子でどんどん
車掌車掌、資格許可も降りて受注も。でもエリオ、いや試したこ、いや案内するよ。チームセットを選ぶ。うわー、新商品だ。非常にありがとうございます。人間エターナル号輸送隊、本機は自動、ただ目的。この列車は CBCRR23 シュグリ行きです。急行弾丸。Like crystal shards.